ただいま9時42分だいぶゆっくり出てきたんですけど、今日は富士山の宝永山に登ろうと思います。なんか山頂の方笠雲がかかって風も強いので結構寒いです。気温多分15度以下くらいです。それでは富士宮口から登山開始します。上の方は完全に雲の中なんで相当やばそうですね。
向かい風がなければ。見えないなら残念だ。なんとか河口の休憩ポイントまで帰ってきました。山頂も張っていてすら飛ばされるような超暴風で、もうとても一歩も進めない状況だったんで引き返しました。下山途中で先に降りてきた人を話しかけたら、みんなやっぱり稜線から上は進めなくて引き返したっていうことで、今日頂上まで行けた人いたのかなって感じですね。朝のうちどうだったのか。いやー、風も凄まじい上に氷も降ってきて、久々に恐ろしい状況でした。まあ今も氷降ってるんですけど、雲だけは晴れたんで、まあ今登ってく人結構いましたけど、おそらくみんな上の方で引き返してくるんじゃないかと
思います。まあでもこれはこれで面白い経験でした。まあまた宝永山はいつか天気のいい時に、まあ、富士山のセットでプリンスルートで来てもいいし、また来たいと思います。ということでまだ下山終わってないんで、とりあえず下山します。山頂行けたでしょうか。後から行った人は、まあ、ここで運気を求めます。何か地面が硬いって素晴らしい。急に富士山とは思えないような普通の登山道になりました。これで駐車場まで帰ります。風も遮られてほっとする快適さです。さっきまでの暴風が嘘のような静けさ。今駐車場で軽くおにぎりを食べて、これから帰るところです。下界はなかなか綺麗な景色ですけど、だいぶ雲が出て、もう山は完全に、多分宝永山も雨が降ってそうです。ちょっと天気いいかなと思ったんですけど、残念ながらとんでもない天気で、まあそれでもほぼほぼ山頂まで行けたんで、まあこういう経験もたまにはいいかなっていう感じです。伊豆半島は綺麗に見えてるな。今年の夏はまだはっきりしないですが、槍ヶ岳か南アルプス赤石岳、どちらかのコースを行こうかなと思ってます。天候次第ですけど、まあ、せっかくの連休、天気が晴れてくれることを期待して。それではちょっと寒いので今日はもう帰ります。ご視聴ありがとうございました。